そういうわけで荒木くん、何か私にしてほしいことはないかしら。一つだけ何でも言うことを聞いてあげるわ。何でも？本当に何でもいいわよ。どんな願いでも一つだけ叶えてあげる。世界征服でも永遠の命でも、これから地球にやってくるサイヤ人を倒してほしいでも。お前はシェンロンをも超える力を持っているというのか？当たり前よ。肯定しやがった。でもまあ確かに私としてはもっと個人的なお願いの方が助かるのは事実ね。お手軽だもの。だろうな。本当に何でもいいわよ。一週間語尾にニュッとつけて会話してほしいとか、一週間下着を着用せずに授業を受けてほしいとか、一週間毎朝裸エプロンで起こしに来てほしいとか、一週間艦長ダイエットに付き合ってほしいとか、荒木くんにもいろいろ好みはあるでしょ。お前、僕をそんなレベルのマニアックな変態だと思ってたのか？いくらなんでも失礼すぎるだろうが。いえ、申し訳ないけれど、さすがにそういうのを一生とか言われるとちょっと私としてはついていけないという。いや違う違う違う、自分のマニア度を不当に低く評価されていることに対して怒ったわけじゃない。あらそう。参考までに私の個人的なおすすめは、毎朝裸エプロンで起こすかしらね。なんならついでに朝食を作ってあげてもいいのよ。それを後ろから眺めるなんてなかなか男のロマンじゃない。あのね、戦場ヶ原、仮にそのような交渉が成立してしまったら、僕たちの間にその後の友情はありえなくなると思うんだよ。あら、言われてみれば確かにそうね。そうだったわ。ではエロ方面は禁止ということで。でもどうせ荒木くんはエロ方面の要求なんてしてこないだろうとは思っていたけれどね。お、えらく信頼されてんじゃん。童貞だもの。そんな話もしましたね。童貞はがっついてないから相手が楽でいいわ。あの、戦場ヶ原、お前だって別に経験があるわけじゃないんだろ。何言ってるの？私は経験者よ。そうなのか。やりまくりよ。な、仮に本当にそうだったとして、その事実を僕に対して告げることが、戦場ヶ原、お前にとって何か利益になるのか？分かったわ、訂正します。経験はありません。処女です。はあ。つまり荒木くんみたいな生かさない童貞野郎と話してくれる女の子なんて、せいぜい私のような生き遅れのメンヘル処女しかいないということよ。